りました。おめでとうございます。ありがとうございます。 V ロープ、すごい。あー流れた、終わった終わった。もうやだ本当に。622 はい、いつもおめでとうございます。イエーイ、やっとだよ。おおー、詰まった、やった。左約束です。これで2000突破ですね。やった、素晴らしい。これをあと3回かやるとすげえ出るとこ来ますよってやつね。よーし頑張れ俺強そうだったな今お母さんいっぱい出ましたね。いっぱい出ましたね、バババババババってわー。さあ勝ちましょう。じゃあまずここで、リプレイとかを引いてずーっと積もる運を上げまくっていくことが大事ですね。わかりました、頑張ります。オーマイガー40ですね。さあなるとまたさっきみたいにチェリーとかちょっと強い役を引かないと。あでもツモン80までいってる、ね、上がりましたよね。様子がおかしい、様子がおかしい。お腹減ったんじゃないですか。お腹そんなわけもうなんかそんな穏やかなもんじゃないですよ。うわーこれラストかな。うわーきつい。うわー積もられた。うわー厳しい世界だよ。じゃあちょっと休憩しましょうか、はい、軽く。お腹空きましたね。そうですね、てかお腹も空いたし、はい、僕年かもしれないのが俺コーヒー買ったのに2本目買ってたんですよ。マジっすか。そうすぐ忘れるんですよね最近なんか今僕喫煙所行ってたんですよ。で、はい、なんかしたら男の人、まあ、なんか僕のこと知ってくれてたみたいで、一緒にいる子ってどういう子ですかって言ってたから、ジャンプロの子ですよって言ったら、えマジっすか、俺さっきまでめっちゃ麻雀してましたって。本当ですか。多分なんか鉄マン明けとかじゃないですかね。鉄マン、でもだって俺若い頃なんて、鉄マン明けで朝並んで、開店10時じゃないですか東京、はいはいはい、10時11時まで打って飲みに行って鉄マンしてとかって 2,3 週できましたよ。 2,3 鉄してたってことですか。はい、やば、今は多分、ぶっ倒れますよね。ぶっ倒れます、体がもう限界向かいますよね。夜中の3時ぐらいでもう多分こんなになってるんですよ。ツイッターにはこじらせた方が多いので、ツイッターはね、他にもいろいろなんか僕の話題提供のやつをとりあえず3サイズ聞いとこうってお前どう初対面でお前聞いてもいいですか。あ聞くんかい、はいはい、聞くんかい。そんな大した83、53、はい、81とか2とか53って、まあでも小柄ですもんね。まあウエストは細いんですけど、でも適当、でもなんかグラドルの3サイズって本当適当なんで闇が出てきました。いやマジで人なんか絶対そんなことない子でも、はい、56とか勝ちますからね。あまあね、基本はその60とかね、うん、超えてるって言いますもんね。そうそうそう、あいいお題いただきましたよ。なんか学生時代の話。学生時代ね、長澤さんが学生時代、まあどの学生でもいいんですけど、どんな子だったのかなって。でも高校はもうあれですよ、もうバイトしかしてない。 JK 時代バイトしかしてない。何のバイトしてるの。マックでバイトしてて。マック、そう、もうマックのバイトが好きすぎて、はいはい、毎日でも働きたかったんで、もうマックスで入ってました。じゃ毎日ティーローリーティーローリーって言ってたんですね。もう大好き、もう毎日マック臭いママにもう、はい、ほんとマック臭いって毎日怒られてました。あ油とかどう。ほんと臭いみたいな。当たりました。おおおめでとうありがとうございます。なんでそういう、いいっすね。わかりました。まあ積も率上がってたんで。おで、僕の妻はいいんですけど、俺これ、わかんないです、これマックの働いてる子いたら聞こうと思ったんですけど、はいはいはい、マックの店長ってめちゃモテるって聞いたんですよ。あー、社員モテますね、やっぱ。あ、モテるんですか。やっぱり私も好きな社員いましたよ。あ、やっぱそうなんですね。本当に好きになっちゃうんですよ。そうで、俺なんでって聞いたら、やっぱりその初めてのアルバイトとかで、そう年上で頼りがいがあってって見えるから、そうで悩みとかも聞いてくれるんですよ、はい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 、だから優しいし、はいはい、で褒めて伸ばすんですよマックのシステムって。なるほど。フィードバックがすごい丁寧だから、なんか優しくされたって勘違いしちゃうんですよね。あ仕事としてなのに、なん
かでも本当よく頑張ってくれていつもありがとうねみたいな言われるだけでもうええー、みたいな。あ、そうなんすね。好きかもってなる。でもそうだよな、モテたかったらって考えたけど普通に女子高生にモテてもそれ犯罪だしな。そうだからダメなんですよ。ダメなんですよね。そうだけど私の友達はそれで社員と付き合ってます。私が好きな。いやで話いっぱい聞くんですよ。そう取られて。そう、そう、あるある、取られてって取られてって取られてってか私は片思いしてただけだけど、はいはいはい、そう付き合っちゃったんですよ私の友達。あれなんか よく聞きますね。あるある。そうマックの店長はマジモテるって。あるあるですね。じゃこれを見てる皆さんは、うん、犯罪を恐れない気持ちがだからほら男って直接そう付き合うとかじゃなくてもうモテるだけでも嬉しいですから。あ、そうですよね。モテたかったらマックの店長になりなさい。じゃあ俺これ超大事だな。お、頑張ってください。はい、いやいやいや、上がってこれで50。うん、いった。 OKOKOK、 90、はい、天才すごい。オッケー、これで100いきました。で、これで2個、突破確定なんで。あ、すごい、いける。え、コツは何なの。コツはもう本当に気合いですね。はい、一発相撲です。やっと見えんかったな。本一白ドラさん。あ、ドラさん、これドラか。やばいやばい、激アツ。あ、乗った。あ、ほんとだ、乗った。3倍マンだ。やばい。200ですね。で、これでまた2個埋まったので、あと2個埋めればでかいできますね。天才だ、はい、面白い。僕男2人兄弟なんですけど。あ、そうなんですね。ご兄弟とかいらっしゃるんですか。私4姉妹なんですよ。4姉妹そうなんです。全員女。そうなんですよ。ちょっとお父さん大変っす、ね、お父さん大変だった。あのね、心苦しそうに暮らしてました、ずっと。え、な、何女っすか。私次女で、お姉ちゃんが私の5個上で、はいはいはい、で妹が21歳と19歳。はい、あ、じゃあそこはまだ割とそんなに離れてはいないですね。そうなんですよ。いやでもね、楽しいですよ、やっぱ女集まると。で、姪っ子も生まれて、はい、もう姪っ子も女の子だからもう超女子祭り。俺まあそこまで女子祭りじゃないですけど、うちも娘がいるんで。はい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 。ちょっとお父さんとして聞いていいですか。どうぞ。え、今お父さんと関係良好ですか。あ、今良好ですよ。あの、全然帰ったら一緒にお酒飲むし、はい、カラオケも行けるし。え、じゃあ、うん、逆らってた時期あります。あの話さない時期ありました。え、それ何歳ぐらいの時ですか。小4から小4。20歳ぐらいまで。え、な、え、20歳長いな。小4ってだって 10歳とか。はい、20歳10年。確かにちょっと長いかも。あんまり会話ほぼない時ありましたね。え、何がきっかけでそうなっちゃうんですか。私、なんか何言っても突っかかってくるから喋、はい、りたくないんですよ。突っかかってくる。なんかあれしようかな、これしようかなって言ってもなんか反対されて、なんかなんて言うんだろう。ああ、やめときなさいよそれはみたいなっていう。なんかそう、挨拶しろとかうるさくて、はい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 、もうなんか話したくなかったかも。あ、ちょっと厳しいこといっぱい言われるからめんどくせえなっていう。うん、とか。え、反抗期なんですか娘さん。全然、あの、今は本当大好き大好きって言ってますけど。パパ大好きですよね。これが反抗期を迎えた時、俺は死ぬなって思って。いや、大丈夫ですよ、大丈夫。大丈夫かな。今だから手紙とかいっぱい書いてくれるんですよ。え、かわいい。字を覚えたから。かわいい。でもなんかちっちゃい頃は多分やるじゃないですか、そういうの。字を覚えてた頃、パパみたいなことですけど、うん、毎日抱っこしてもらってた、肩車とか。ちゃんと俺財布に全部入れてるんですよ。パンパンになっちゃいますね。財布に入れてるんですけど。かわいい。それがなんかだるがる日が来るのかなって思うとちょっと痛い。だから将来男連れてくるとか別にそんな、はい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 、はい、ね、まあ、好きになればいいんじゃないのって思うんですけど、たまに仲悪い家あるから。中学はでも一回はみんなあんじゃないかな。この間、うん、一緒にサンリオプーロランド行ったのに。かわいい。それがまた20歳ぐらいになって大人になってきて、そうそうそう、自分も落ち着いてきて、また関係が良くなるというか、親のありがたみをね。20歳ぐらいにならないと親のありがたみ分かんないんで。なんか先輩パパのアドバイス聞いてると、はいはい、共通の話題を持っとけって言われるんですよ。へー。あ、趣味とかとか部活とか、例えばなんかスポーツとかやってたら、同じスポーツ好きであれみたいな。なるほどなるほどなるほど。喋ることなくなるとやっぱ急にガッて。ああ、それは確かに。それになるから。いいアドバイス。なんか同じ音楽が好きとか、それ大事ですね。あとね、やっぱ野球観戦とか
ね、はいはいはい、野球好きな子とかだったらずっと一緒に、そうそうそう、一緒に応援行くとかすると話題が途切れないから、それはねすごい参考にしようと思って、うんうんうん、すごいいいアドバイスだと思います。いいですね。でまたここから、あと2戦ですね、はい、多分レアよく絡んでくると一気に20とかボーンと上がるんで、おい、OK、ラストで攻め込んだ、はい、これで50なので70ですね。 OK、OK、行きました。95、すげえな、積もれば跳ねまん、はい、100行きました。やったね、素晴らしい、 OK、積もりました。いやー、最高だ。入れましょう。あと1回勝てば、AT 突入なので、やばい、でかいですね。まあ、僕これで今倍満なので、はい、160枚なんですけど、問題はこの160枚じゃなくてこの次なんですよ。そうですね、かかってるかかってる、この次最後の1個取れれば AT 突入なので、うわ、めちゃめちゃ大事ですね。ドキドキだ、ドキドキですよ、はい、今日一大事な場面来ました。うわ、頑張ってください。緊張緊張、あ、これめっちゃ緊張するんですよね。やばい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 、待って待って、追い込まれました。待って待って、怖い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 、あー、まだ、あ、危ね、まだだ、ちゃんと保証はあるんですね。よかったよかった、怖ー、焦る焦る、おーセーフセーフ、 OK、OK、OK、 70、これで90、すごい、あ、勝ったかもしれないです、やばっ、バックス、ありがとうございます。よし、AT の説明を見ようファイトクラブラッシュですね。やったー、あ、最初に特化ゾーンから始まるんですね。嘘を待ちです。いやー、ドキドキするわ、はい、もう嘘は来ます。もうイカ様で仕込んであるんでこれ絶対上がれるね。そう、絶対上がる、これ次に積もります、ね、積もります。うわ、違う、そうだよ、その嘘が欲しい、あげたかったあげたかったはい、嘘、おい、来い、あー、隣ごめんなさい、僕積もっちゃいます、嘘、はい、やるー、出す、ハネマンですね。ハネマン、いいですね。はい、でこれで4つ揃いました。おお、素晴らしい。やった。やったー。安いな、でも。なんすか。あ、でもリースキープいいペーコだ。漫画いきます。漫画いきます。はい。じゃあ、俺そのさっきの上がるときに倒すときに漫画っていうののもっとレベル1個上ので点数で言う人。あ、そうなりますよ。そうですよね、はい、あれかっこいいですよ。ただ僕は一足お先に AT やらせていただきます。行ってらっしゃいませ。行ってきます。玉4つ集まりましたんで、なんか、はい、帰るまでに、はい、まあ、あのファイトクラブの推しメン決めましょう。あ、推しメン、でも俺帰るまでに、でももう今俺推しメン決まっちゃってんすよね。本当に、だってもうなんかあのおひたしの人もう圧倒的に好きなんですよね、あの人。本当ですか、うん、絶対新聞読んでる。あ、でごめんなさい、あの大の話ねあのこの AT 突入時はこの特化ゾーンから始まります、はい、このかける弾の数の分だけあの枚数が乗っかっていきます。バシ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 、なるほど、いいなあ。でこれが揃うとなんかダブル乗せするみたいですね。シーン、ういシーン、ういあー揃わない、今揃うとこだろ。あ、で弾ゲットしたのでまた乗るのが1個。なるほどなるほどなるほど、30枚、そこ超大ですよ。やばいやばい、うわ、とにかくリップとベルを引くとこですからね。怖いよ。あ、追い込まれた、やばい。いや、あと1ゲームありますよ。あと1個、はい、僕はさっきからそこで何度もリプレイ引きますからね。あー残念、おあーそうか、ダメか、リーチいっちゃった。そうなんだよ、大丈夫ですか。はい、で僕は160枚スタートですね。うわで、AT 中はなんか対戦相手が出てくるっぽいんですよ。で、ほうほうほう、人によって勝率変わるんですけど、勝てば上乗せ、あ、人によって変わるんだ。そうです、まあ、僕もちょっと初打ちなんで、誰が強いかとかは、誰が強いの感触は僕よりも分かると思う。あ、マリ分かると思います、うん、マリチュの方が分かると思う、はい、ちょっと楽しみだな、誰出てくるか。なんか、マイゲームこれを減算していくらしいんですよね。はい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 。で、ここからそのさっきまではなんかみんなで対戦してたんですけど、
対戦相手が一人になるんで一騎打ち、この人がどういう人ですかは多分聞きやすいですね。あ、はい、なるほどなるほど。そろそろ対局ですね、はい、なださんとか来たらやばいっすよ。あ、チャンスが引いた。おお。あ、しかもマイナス5持ち越しですね。さあ誰ですか。あ、この星が、あ、いいメンバー。星が大きいほど多分勝ちやすいですね。あ、そういうことか。ガース言いました、ガース。おお。あ、あ、お、あ、お、タッキーだ。タッキー、タッキーは強いよ、イケメンだし。まあ今のところ星が少ないんで一番なんか強そうですね。うん、これ どういう方ですか。麻雀界で唯一悪評がない方、はい、その悪評がない、あの他の人他の人ぐちゃぐちゃみたいに言うじゃないですか。あのかっこよくて強くてファンがめちゃめちゃ多いんですよ、はい、あ、もう綺麗なんですね。で、麻雀は守備も攻めも両方できる、はい、もうバランス型。なるほど、もうオールラウンダーですね。もう何でもいける。火の打ちどころ、それは負けますわ。うん、頑張ってください。頑張ってください。それは勝てる、勝てる場とか見えないですもん。先行、はい、おい、うわ、勝ってほしいな。でも、あー、パーピー惜しい。これがプロの麻雀だ。お、かっこいい。お、え、多分振り込んでくれたんじゃないですか。やった、すげえ、タッキー。絶対嬉しい。めっちゃ嬉しそう。タッキーからのそれは嬉しすぎる。タッキーからだの人生で一回もないだろう。みんなへこんでますよ。タッキーへこんでる。こんな振り込みしたらね。120乗った。うわ、すごい、えぐ。あれ、強い人倒した方がいいのかな。うん、あ、これ人知ってる人横にいるとめちゃめちゃ面白いじゃん。これ面白い、うん、見てるだけでもめちゃめちゃ面白いです。オールラウンダータッキーを倒しました。いや、そっか、上乗せも役の数だけなんですね、うん、12000点だと120ゲームっていう、120枚かですね、うん。え、じゃあ親の役も上がったら 4万4万8000。4万8000円、やばい、でかっ。さあ来ました、誰。 おラリアットもいる。ラリアットいるよ。うわ、やばい、森山さん来たら。多分この方一番強いですね、はい、会長でしたっけ。そう、会長です。まあ俺は寝てるおじさんって言ってましたけどね。あ、ラリアット来た。ラリアット強いぞ。ラリアットが作るカレーうまそうだな。でも多分うまいっすよ。うまいっすね。食いなって、食いなって言葉が食うが似合 う。さあ、私親ですね、はい。え、どういう街これ。6、7、6、7、9。こんなん俺現場でやったら6級は G1 か、6級は G1 多分ね、3個に分割し始めた。最初はやった方がね、分かりやすいと思う。あ、すごい、おーっ、積もれ積もれ。あはは、おー、ラリアット頼むぞ。おい、ラリアットからも取りました。すごい、はい、みんな振り込むね。これ何班だろう。リーチピンフー、リーチピンフー、タンヤオドラ、ドラですかね。泣いてる。かわいい。60。てへって、かわいい。振っちゃったって顔する。あ、でも今日台のチョイス、ごめんなさい、僕勝ってるからあれなんですけど、はい、大のチョイス、我ながら良かった気がします。あ、本当ですか。あの、マネチューが横にいるがゆえですね、あ、一人だと、うん、これ今のこの面白さが引き出せてなかったっす。なるほどなるほど、はい、分かんないから。よかった、じゃあ、うん、一緒にできて。ありがたがいいですね。まあ、メダル持ってると僕だけなんですけどね。そらそう、私そうなのよ。ボロボロなのよ、今。次は誰と当たるかな。ね、さあ、行きましょう。誰でしょうか。あ、ガースが一番下にいますね。あ、わー、マリの大好きな高宮さん、おしめ、高宮さん頑張れ。これあの、どういう方ですか。麻雀はすごい攻めてきます。攻めですね。攻撃的。攻撃的、はい、攻撃的でどういうことなんですか。その例えば、あんま降りない。あの、こっちがリーチとか、はい、缶とかしててもリーチしてきます。強気なんですね。強気行きましょう。そんな強気すぎ、強気なことを後悔させてやりましょう。強気だな。リャンソーマシですね。あ、向こうが先行だ。おお。ちょっとね、行くよ。顔すげえな、お前。え？強かったっす。ロンダ。強かったっす。勝てです。これ純ちゃんでしたね。純ちゃん、純ちゃん待った、さっき手が
さあちょっとレア役連続で引いたので対局すぐ来ますねこれ。はい、あ、来ました。誰ですか。あ、出た。おお、今野さん。おっかない人がいる。あ、会長来ました。来た来た来た。盛り上がるぞこれ。会長からだって、あ、上がったら強いですよね。めちゃくちゃ強い。レジェンド、レジェンド級。面接で言おう、会長から上がりました。あ、そうそう。勝った、勝ったんだよね。あ、サブローソー。でもこれ相手が先行がピンチパターンですね、多分。なるほど、なるほど、なるほど。危ねえとこ蹴ってきますよ。うわー、赤。これ度胸ありすぎでしょ。強いな、やっぱ。完全に読み切られてます。頼む、頼む、サブローソー。あーはははは、かする。うわー、ロンだ。会長強えな、しかもカンちゃんかよ。会長見た目超怖いんですよ。見てわかります。背も高いんですよ。あ、でかいんですね。そう、最初怖すぎてご挨拶するのも精一杯でした。でもやっぱり優しいですか。あ、会うと、はい、そう、喋ると優しいみたい。もなか食べるかいって。あ、でも本当にそんな感じなんだと思います。さあ、僕獲得枚数がもう1000枚を超えました。うわー、マジで、はい、やばー。さあ、持ち越し7で対局、誰よ。誰。タッキー、タッキー弱かったしな、さっき。言うな言うな、強いんだよ。あ、ガッツだ。お、ガッツさん。ガッツやっぱなんか、やっぱ欧米の方ってイケメンですよね。かっこいいですね。しかもガタイ良さそうだな。あー、ガッツ先行か。うわー、しかもこっちなんだ。俺ドラ6なんですけど、俺爆弾持ってるんですけど、俺やばいっすね。サブローは、サブローは絶対上がりたい、絶対上がりたい、ね、この目。うわー、打ってくるね、マンズ打ってくるね。行きましょう。来い来い来い。あっ、ダメか。結構対局の引きいいですね。レア役バンバン出てるんで、ね、すごいわ。久しぶりに勝とう。あ、頼む。またじゃ あラリアットでいいや。会長リベンジマッチ。先行取れたよ。先行取られた。うわ、なんか先行嫌な予感しますね。あ、マジで。これ何点だ。ドライ1。あ、ピンフツをリーチしてますっけ。あ、リーチしてたかも。あ、リーチは多分してるのかな。リーチもピンフドラ。あ、ツモ、あ、リーチしてないわ。ドラ1ザンク、ザンクだ。あ、ザンクは40もらえますね。なんか AT 中も何引かなきゃダメがなくて、うん、ちょいちょい対局来るから割と楽しいですね。え、そう思ったよりありますね、うん、すごいある。やっぱこれ結構強いと思うんですよ、ここまで来るの大変だから、うん、そっかそっかそっか、そもそもが性能が強いと思うんですよね。てき、ね、さんすげえな。もう次誰当たるのかすごい気になる。気になりますね。見たことない人やりたいですね。そうですね。もう会長はいらないっす。会長もいいっすか。会長の顔見たくないっす今。さあ来ました。お、誰ですか。あ、自転車。おお、強いぞ。また僕でも東条梨央さんは知ってますね。あ、そうですよね。さすがに。なんで自転車来るん。自転車じゃないし。絶対強いもん。アラさんは強いぞ、さすがに。先行先行先行。ああ。しかもドラむちゃくちゃ持ってる。餌がでかい。来い来い来い。餌でけえな。来い。ういみんな、みんな、みんなすごいとこ来てくるんですよね。そうそう、近いんだよ。度胸ありすぎだろ。はい、行きますよ。ウッパーピン、ウッパーワン、ウッパーワン、ウッパーワンね。来い来い来い。うわー、隣なんだ、ロン、ロン。自転車のロンですね。自転車のロン違うんだ。さっきのコアモテのスキンヘッドの方もいらっしゃったと思うんですけど、あ、はいはいはい、今度さん、まあ、ルールを、その決まりを逸脱しないレベルでイケイケなキャラの人とかいるんですか。イケイケなキャラですか。派手めな見た目というか。あ、でもいっぱいいますよ。あ、いるんですね。もうなんかキャラ濃いですね、麻雀プロは。まあ、沖さんとかいますもんね。うん、とか、あ、そうそう、沖さん、そうそう。試合のたびに髪型変えてくるプロとかいますね。あの、見せたいわ。白鳥翔プロっていう人がいるんですけど。はい、すげえ、パーマネントじゃないですか。そう、こういう特徴的な。あ、でもやっぱ、あの、イケメンですね。うん、そう、基本はこうなんだけど、なんか。あ、だから急にマッシュルームになったりするんですね。見たり、結構みんな派手ですよ。さあ、対局来ました。さあ。誰ですか。あ、今野さん。見たくない、見たくない。お、来た。お、来た。怖すぎやろ。強いよ。
本野さんは本野慎太郎さん、はい、オーラスで自分がマイナスだったけど、はい、自分が停車でマイナスにいるのにそこから連チャンしまくって10連チャンぐらいしてトップになったことあるような、はい、忍耐強さもピカイチ。で一撃ドカンとかよりも、もうずっと上がり続けて、そうですそうです、周りがじわじわ焦るってやつ、そう全員ちゃんと解説しますね。じゃ全員しっかりちゃんと小話持ってくるマリチョすげえなと思って、いや打ち合わせしてたのかなと思ってしてないですよ、うん、もう怖い怖いな。でも僕もうこれで河野さんに負けるともうゲーム数やばい、あ枚数やばいので、ね、負けるわけにいかないですよね。頑張ってください。イーソーと初待ちか、あでもなんか赤背景になってる、あー頼む、言いそう。おい、あーマジか、これきつ、もうないな、ゲーム数がない。開きました。さてもう多分、まあ、あと31枚なんで、まあ、実質ここでラストですね、はい、負ければ左2人えげつね強いと思うんですけど、たまにはこっち選んでほしいんですよね。そうですね、女子とやりたいですよね。お、来た、東条涼さん来ました。東条プロ、東条涼さんはどういうこう麻雀の、東条さんは、はい、でも、M リーグで、はい、去年から参戦されて、はい、今めちゃめちゃ実力つけてるプロなんですよ。成績はトッププロに混じっても負けないぐらいちゃんと強いです。強いですね、はい、まあ、強いと困るんですけど、今あ、それも来た、うっかり切ってくれんかな、これ。お、あ、でも安くねえぞ、これ。あ、でもイーペーコーついてるのか。頼む。イーピン。イーピンギャンピン。おお、隣。隣じゃない。大丈夫です。東条さん切ってくれます。イーピンを切ってくれる。頼むよ。あ、来た。おお。イーピン。イーピン来た。トラ乗った。あ、そっち欲しい。うっさー。地味に90まで行ってましたね。そうなんですよ、登りました。結構スモン95まで来た、まだありますよね、はい、うん、あ、マックス、お、マックス。僕はちょっと下皿パンパンなので箱取ってきますね。あ、 OK です。はい、はおめでとうございます。ラーン超嬉しそうそうで本当にこんな嬉しそうにローするやつ友達でもあんま見たことないですよ。あんまりいないですよねちなみになんか、はい、まあ、レアパターンですけど、今勝って終わった後になんかキリンが出てきて4戦突破がいきなり確定するキリン降臨っていうのがあるんですね。へー、そうなんだ、はい、そんなのあるんですね。その時に発生する可能性あります。わかりました、はい、なんか街道の女帝出てよかった、めちゃめちゃ勉強になるしやっぱね、パチプロのトッププロの人たちに教えてもらえるのがめちゃくちゃ勉強になる。これだってプライベートで活かせるじゃないですか。パチプロのトッププロダメそうトッププロですよ、鉄さんあ、麻雀のトッププロに比べてパチプロのトッププロマジ崩し半端ないですちょっと気になりますねそれ面白いな。さあそこからですよ、そこから本番です。頑張れよ。とにかくそこはリプレイとベル。うわ、頼むよ。やったやったやった。おー、大丈夫だ。危ねー、すげー、危ねー、完璧。お、うわ、やだやだやだ、頑張れ。あー、まあでもだって、ま、街4つあんすよ。サブロッキューピンパーピンだからね、うんうん、僕はギリギリ最後の対局取れました。お、誰ですか、誰だ。ラリアットともう一度戦いたいけど、まあ、こんなさん以外で、あ、おー、ラリアット来た。ラリアット、ラリアット優しいからな、作るカレーうまいし確かに、うん、あ、積もった積もった、おー、すげえ、やったー、ラーン、行きましょう行きましょう、こっから行きましょう、ランクです。あー、や、向こうか、チャンスアップなし、切らないよな、切らないよな、そっか、頼む、来い、あー、トリシャン、すごいいいお母さんの顔してる、本当だ、うん、優しいママの顔してる、あら、どんどんいけるな、あー、
終わっちゃいました。ただ1435枚なんで、すごい上出来ですよ。もうすごいわ。頑張っててくださいよ。頑張ります。うわ、やだ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 。ちょっと足んないか。70は足んないかもしれないですね。頼むよ。あー、きついかこれ。あーきつい。積もられた。ワイもここまでか。男の人はさっき、まあ、年上もって射程距離入ったって言ったんですけど、基本的には どういう人が好きとかあります？あ、私ですか、まあ、好きな芸能人とか。なんか、いや芸能人特にいなくて、やっぱ、はい、穏やかで、はいはいはい、なんかあとお金持ってる人のがいい。なんかもうあのさらっとなんか心理を言いましたね。やっぱお金ある人の方が幸福度高いよなって思って。あ、まあそうですね。まあ、はい、ないよりはね。そう、なくても楽しいこといっぱいあるけど、うん、やっぱり好きな時に好きなもの食べたいとか、うん、なんかそういうのがなんかできる人ならいいかなって思う。素晴らしいですね。あの、大体、うん、こういうのって聞いて綺麗事を言ってきて、いやとか言ってもなんだかんだお金じゃないですかって、うん、いやそんなことありませんよって言うけど、うん、いや大事だよ。ズドンって。大丈夫かな、マネージャーから怒られないから。ないよ、ない。多分たくさん話されてることあると思うんですけど、はい、奥さんとはどこで知り合ったんですか？奥さんは元会社の、はい、あの同僚というか同じ会社の人ですね。そうなんですね、はい、社内で、あの社内婚、社内恋愛で、うんうん、まあ、あの禁止ですけどね。あ、はい、ダメなとこだったんだ。そう、でも、まあ、あのもう辞めた後とか全然に結婚してるんで。あ、やそれなら合法ですね。合法です。大丈夫だ、絶対大丈夫。なんでなんかそれもずっと好きだった方でだったんでしたっけ？あ、そうそう、最初振られましたよ。あ、そうですよね。もう向こうに彼氏がいたんで。はい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 。8回ぐらい振られましたね。はい、でもそんなに好きだったんですね。もう何度も行きましたね。そうなんですよ。めげない男。めげないです。パチンコ番組系ってこれが初めてですよね。そうなんです。番組自体が、はい、そうですそうです。で、前嵐さんと、はい、バンゼロやってて、はい、で、今回2回目ですよね。そうですそうです。楽しいです、新鮮で。まあでもなんかこれを機にね、なんかいろいろ覚えてって。そう、え、だってめっちゃお得じゃないですか、はい、仕事でパチプロ打てるんですよ。あ、そうですね。そう、まあ、好きな人からするとそう、はい、トッププロの方と打てるっていう、はい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 、絶対にこれを自分のものにしたろうと思います。この今後だからこれで、まあ、結構見てくれる人が多くなって、はい、そのまあ麻雀の方のファンもそうだし、うん、こっちでファンついてったらやっぱスロット方面でもが頑張って行きたいですよね。行きたい。ゲームとしてすごい楽しいから頑張りたいですね。でもぶっちゃけマリチューみたいなタイプいいんですよ。その、うん、下手に知ってて、うん、知ったかぶる人一番嫌われるんですよね。そうなんですか、うん、分かんないけど覚えていくの楽しいって人って見てて可愛げがあるから。なるほどなるほど。 YouTube とかそういう人とかすると結構みんな好きですね。あ、よかったです、うん、応援してもらえるように頑張ろうと思います、はい。パチプロのファンの界隈の人たちってどういう方が多いのかまだ分かんないので、ちょっと嫌われないように。あ、パチプロの、はい、ファンの方たち、ファンの方たちは基本、うん、変態が多いですね。そうなんですか。はい、みんな頭の中エロいこと考えてるんで。パチプロ打ちながら。あ、いやいやいや、デカプッシュだ。おお、あれ、上がった。うん、あの今のカットされないな。元々あのだから覚えておいてほしいのが、パチンコ番組とかでこれからファンが増えてくると、現場にいろいろ会いに来る人とかいると思うんですけど、みんなやること考えてるから、この人たちみんなやること考えてるんだな前提でやっとくと気持ちが楽になります。なるほど、はい、いいな、漫画親マンですね。すごい、すいません、なんか僕ばっか出しちゃって、なんか申し訳ないです。いいですよいいですよ。あとみんなおっぱい好きっす。あ、本当に良かった。そう、それね、すごい大事で、やっぱりその顔出ししなくてもやっぱ YouTube 多いんですよ。 それ昔のデリヘルですよ。間違えました。昔のやつ。なるほどね、はい、あ、じゃあここから撮ってるだけでもいいってこと。あ、そうこういうのとかでやってて、はいはいはい、ここで強調、なんかそういうピアノ弾く YouTube とかもあるんですよね。はいはい、料理とかもね。そうで、やっぱりみんなピアノ上手かったり、ね、料理上手かったりっていう前提がある上で、そこにおっぱいが乗っかると爆裂するんですよ。なるほどね、はい。あれ、なんとなくしちゃったけど追い込まれてる。なんか最初の一回救済やるっぽいから、まだだが来るかも。そう、まだだが来ると思うんですよね。あ、大丈夫だ大丈夫だ。よし、
これ結構なんか簡単そうで難しそうで簡単そうで難しいですね、うん、で2点3点する、そうそうそう、2点3点する、あー終わった、40、これは珍しい、珍しい点差、うん、これ僕上手かったんですけど ね、 ここね、めっちゃ上手くいってたのに、ガースのせいだ、これはきっとガースゴールデンレトリバー勝ってそうな顔してるんですよ、ね、確かにこれ分かってそう、さすがにグッボーイグッボーイってやってる感じの顔ですね、オーケーグッボーイ、オーケーグッボーイって、ガースさんお会いしたことないんですよね、あ、そうなんですか、そうなんですよ、ほぼあるんですけど、はいはい、ガースさんはないの、なんかそのこう試合みたいなものってのはどういう周期であるんですか、なんかオンシーズンとオフシーズンがあって、はいはいはい、M リーグっていう一番大きいリーグは10月から始まります、10月から、10月から4月ぐらいまでですかね、だいたい半年ぐらいかけて、優勝すると5000万円の賞金が5000万円チームに入ります、え、何これ、え、待って待って、何これ、何これ、大車輪ですよ、え、何これ、当たった、あ、当たった、当たってます、当たってます、当たってます、え、全然見てなかった、大車輪とか言ってローカルルール、あ、それ公式にあるんですよ、大車輪って、いや、ないです、ないです、もうないです、それ昔だった役ですよね、はい、え、今、え、私気づかなかった、え、これ今進みましたね、役満ですすげえ、え、やったー、え、320枚、え、マジで、え、待って、ちゃんと見てなかった、え、後でリプレイしてください、今、そう、大車輪ってあったっけなーって、ね、てか、おっぱいで頭いっぱいだった、普通に僕は終わりました、あら、はい、多分これがラッシャンっぽいっすよ、うわ、時間的にはそっか、頑張んないとね、少しでも取り返そう、ここでお知らせです、今回の戦いで私が勝てばご覧の名刺をプレゼント、もし負ければ番組オリジナルクオカードをプレゼントいたします、応募の際はキーワードと勝者の名前を記載してください、今回のキーワードは壮大に羽ばたくです、前半のキーワードと合わせてご応募ください、応募方法は番組概要欄に記載しております、ぜひチェックしてください、かわいい、私も名刺もらいに行きたい、あー、ダメだダメだ、取り乱すな、トミー、勝者を発表しましょう、勝者、挑戦者、おめでとうございます、ありがとうございます、よかったっす、え、でもすごい楽しかったです、あ、本当ですか、さあこっからや、こからは実質おそらくラストチャンスですね、うわー、でもこれマジこれで A 点ぶち込んだら超かっこいいですよ、やばいっすね、はい、あーやばいっすね、やばいっすね、やばい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 、無理だ、残念、残念すぎるよ、さあ残念ながら、はい、ここでタイマー、そうよね、はい、そろそろかなと思いましたがもう絶対もうずっと多分ね、地味な展開が、まあ幸い2人とも、もうやめにくいところにはいないので、まあやめるタイミングとしてはすごくベスト、まあベストですね、ただまあ僕は多分勝ってます、うわーい、全然勝ってます、やるなー、はい、じゃあなんか詳しい枚数とかは最後にやりましょうか、そうですね、はい、投資が1363で回収が211枚でした、はい、私たちがですね、329枚投資の回収こちらです、1245枚、大勝利でございます、ありがとうございます、いやでもやっぱプロの底力を見せつけられたというか、はい、やっぱ女帝の私まだまだ悩ってなりましたね、勝っちゃってまだまだやなって思いました、本当に強かったです、でも本当に僕今日、まあ、勝ったのも嬉しいですし、はい、まあ、麻雀が割と今日テーマだったじゃないですか、はい、まあ、自分で昔はちょっとやってましたけど、うんうん、こうなんか見る麻雀とか、うん、そのコンテンツの麻雀にちょっと興味が今日持てたかなって、すごいありがたかったんで、ぜひぜひ、はい、なんかいつかセットとかね、はい、したくなったら連絡してください、お手柔らかに
ちらがね、あの麻雀一応プロなのでね、はい、そっちの麻雀の方ではプロの底力見せつけられるように、はい、頑張りますけど、いやでもちょっと街道の女帝2勝3敗ということで、まあこんだけ負けといていうのもあれなんですけど、街道の女帝毎週金曜日の配信となりましたので、皆さん応援よろしくお願いします。鉄さん今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、また呼んでください。はい、ぜひよろしくお願いします。それでは今日はここまでです。またね。街道の世界に美しさとセクシーがあってもいいじゃないか。これが私の持論だ。それでは次の戦いでお会いしましょう。いろいろな企画で名刺の配布予定となっております。皆様からの高評価、チャンネル登録、温かいコメント、ご来店よろしくお願いいたします。